マームードはフランスで生まれ、イギリスで調教された競争馬。近身にはナスルーラ、ミゴリなどがいる。体高は150センチメートル台中頃の小柄な足毛馬で、容姿はアラブ馬に似ていたという。フランスでの競りで売りに出されたが値がつかず、ー取りになりアーガーハーム3世の持ち馬として、イギリスで走ることになる。現役時代は1936年の エプソムダービーをレコードで優勝するなど活躍した。足毛馬の優勝はエプソムダービー史上3頭目であった。他にリッチモンドステークス、シャンペーンステークスなどに優勝、2 0 0ニーは2着、セントレジャーステークスでも3着に入っている。引退後は第二次世界大戦の影響もあり、84000ドルでコーネリアス・バンダービルト・ホイットニーに購入され、レキシントンファームで タネボバ入りした。タネボバ成績も素晴らしく1946年、アメリカシュボバチャンピオンに輝くなど成功、ステークス優勝馬だけでも63頭に達し、1957年にはチャンピオンブルードメアサイアーの座にもついている。マジデオイルキャピトルラ3区の活躍も大きかったが、娘を通じての後世への影響も小さくなく、マジデはギャラントマンを生み、アルマームードは、 ノーザンダンサーの母なたるま、ヘイローの母、コスマーを産んだ。また、アルマームードやマジレーは、足毛ではなかったが、それ以外の産区を通じて、ザ・テトラークから受け継いだ足毛遺伝子を広めるのにも、一役買った。ありがとうございます。